します。はい。ビデオの共有があるので、カメラオフに行って、失礼いたします。はい、じゃあ発表の方を始めさせていただきます。まだ画面が共有されていないようですか。すいません。はい、大丈夫でしょうか。はい、見えております。ではどうぞ。ありがとうございます。はい、この度 JSSA、入会させていただきました東京電機大学修士1年の垣と申します。よろしくお願いいたします。発表の方に移らせていただきます。色情報による CV 信号の生成、オーディオ信号による映像生成及び相互フィードバックということで、まず発表の手順につきましては、目的だったり概要だったりをご説明した後にコンセプト、そして実装状況のお話をします。そして次にデモンストレーションのキャプチャーの様子をご覧いただきます。最後にまとめと今後の課題についてご説明をいたします。はい、本研究での制作物、目的としては、音と映像とが影響し合う相互フィードバックシステムです。メディアアートの手法であったり、音楽ライブでのバックスクリーン映像用のシステムとして作成しています。具体的に何をするかというと、物体の色情報をカラーセンサーでまず取得し、その色に対応する CV ゲート信号を生成します。そして演奏されたオーディオ信号をもとに映像を自動生成し、その特徴量からさらに CV ゲート信号を生成、以下ループという形になっています。CV ゲートがどういうものかといいますと、シンセサイザーのパラメータ用のコントロール信号となっていて、コントロール信号の方が CV 信号で、トリガーとなるクロック信号のようなものがゲート信号になっています。モジュラー型のシンセサイザーっていうのは結構クラシカルな形で、もう70年代とか80年代とかそういうものになってしまうんですけど、2010年頃からユーロラックという同一規格のモジュラー型シンセサイザーがちらほらいろいろなメーカーから発売をされてきました。モジュラーシンセサイザーの多くは CV ゲート信号で制御することができます。ユーロラック規格のモジュールには音だけではなく映像を構成するビデオシンセサイザーモジュールもあります。モジュールによっては CV 信号を入力することによって音楽との同期が可能なものもあります。一方で、オーディオ信号の入力が可能なビデオシンセサイザーというのがモジュラー以外でも調べた限りでは2つの性質しかありませんでした。また、ビデオから CV 信号を出力するシンセサイザーも、調べた限りでは見つかりませんでした。本研究では音と映像の合成両方に着目をしています。次にシステムの概要図についてです。まず初期値としてランダム性を持たせるために物体の色情報から信号を20シーケンス分生成します。そして楽曲全体のオーディオ信号の特徴量から映像を生成し、映像の特徴量をもとに CV 信号を生成していきます。演奏者の動きやすさを重視してカラーセンサー、映像生成部、信号生成部を異なるデバイスで実装して無線通信させています。演奏者はカラーセンサーで色情報を取得した後に CV 信号を入力したシンセサイザーや他の楽器などを演奏することを想定しています。ループする部分はここがループしていくっていうイメージですね。ちょっと汚い写真で申し訳ないんですけど、このような感じでマイコンボードを使って実装しています。このオレンジ色の部分がカラーセンサーの部分で、この黒いものが信号を生成しているところで、ここから生成された CV 信号が、セミモジュラー型の小型のシンセサイザーに入力をされています。次にコンセプトについてです。CV 信号の生成の部分につきましては、ちょっとありきたりなんですけど、偶然性の音楽、不確定性の音楽ということで、実験的な音楽へのアプローチとして実装しています。次に美術的な背景についてなんですけれども、再現と自己言及による拡張性ということで、左の作品の作家さんはデジタルとアナログを混合して制作をするっていうのが特徴で、よく見ると細かいドットであったり線がポツポツと残っているんですけど、これは例えばこう真っ白な背景に絵を描いたとして、それを消そうとした場合に、デジタルの場合はまっさらに消すことが可能であるのに対して、アナログは完全に消すというのは不可能ということを、逆手にとって、そのアナログとデジタル両方を等価に扱うような表現っ
というのが特徴となっています。一方で右側の作家さんは、バーチャルなデジタルの世界と現実世界のモチーフを、キャンバスにアクリル画で描いています。このように表現がなされるメディアだったり、あとはテクノロジーやバーチャル性に関して自己言及をしていくことによって、境界線をまたぐような横方向の拡張性についての表現を見る機会が結構もうずっと多いんじゃないかなと個人的には感じています。ただ、拡張性というものにはまだ表現の余地があるんじゃないかと感じています。すごい個人的な体験に根ざした話で言えば、木目を見続けているとだんだん見え方が変わってくるっていうのがあって、視線の矛先、自分がどこを見ているのかっていうのが全体であったりディテールであったり色であったり、そこからまた全体像を見ていくなど、こう自分の関心の矛先が変わっていくことによってだんだん見え方が変わってくるっていうのがあるかなと思います。あとは、咀嚼中にディスプレイを見るときに、周りの風景は変わらないのに対して、画素、光の粒だけが揺れて見えるように感じたことがあるというのと、あと鏡の中も、身近な中で一種のバーチャル性を持っているなということに気づいたことから、感覚器官に対する問題意識みたいなものが生まれました。そこから拡張性による縮小による拡張性ということで、テクノロジーを用いることで、各々の人体に備わった固有の感覚に気づくことで、差異や視点に鋭敏になることで、こう見え方が変わっていくようなある種閉じられた拡張性みたいなものもあるんじゃないかなと考えています。次にフィードバックについては、加速度的な誤解ということで、音楽に限らず文化もそうだと思うんですけど、意図的か意図的じゃないかに関わらず、こう誤解であったり誤用がパラダイムシフトの原因になっている部分があるんじゃないかなと感じています。それをコンピューターで加速していくことで新たな表現が生まれていくんじゃないかなと考えています。ここでお話しした感じだと、すごいコンセプトが部分によってパラパラなので、こうなんか統一はせずとも統合していくような、こうシステム全体として化合させていくような、試行錯誤が必要かなと現在考えています。で、今から研究の進捗状況についてご説明します。まずは特徴量の送受信システムについてです。以前は色情報を BLE 通信で信号生成部に送っていました。そして映像の特徴量は Wi-Fi 通信によって送信をしていました。通信自体は可能なんですけど、正しく接続されるまでにすごく時間がかかって、待機時間で待たされたり、あとはエラーによってシーケンスが途中でリセットされて頭に戻ってしまうことがしばしばありました。なので現在開発中のシステムでは WebSocket 通信での双方向受信に統一しました。 JSON 形式のデータを TCP で送受信しています。現在カラーセンサーと信号生成部、映像生成部と信号生成部のそれぞれの送受信に成功しています。今後は接続を切り替えられるように開発をしていこうと思っています。次に色情報による CV 生成についてです。現在は左の図のようなアルゴリズムで CV 信号を生成した結果、右のようなスペクトログラムが得られました。また生成される信号とシステム自体のこう音楽的な評価が必要かなと感じています。そして CV 信号だけでなくゲート信号を生成することで改良していく予定です。オーディオ信号の特徴量と映像の関係性は以下のようになっています。ここでちょっと注意しなければいけないのが、 SNR とは本来通信信号の受信信号と背景雑音のレベルの差を表す値なんですけれども、本研究では最大振幅値を取る周波数の振幅と全体の音圧レベルとの差として使用しています。本研究ではこの特徴量の関連付けの吟味を今後行う必要があると考えています。例えばユーザーに対応すべきなのかなど、あとはユーザーの用途に対応をしていくかなど、検討を行う必要があると考えています。生成された映像は以下の通りです。開発環境下では14から 16fps 程度で再生されました。オブジェクトをオーディオで制御していくシステムなので、要素がどうしても固定されているので、受け取り方によっては、退屈になってしまうかなとも考えられます。ただ、この一つの
ものを見続けていくことに、意味があると思っているので、そこを見続けてもらえるようにこう何か仕掛けをもうちょっと試行錯誤しようかなと考えています。映像から算出される特徴量は以下の通りです。現在は300ミリセカンド間隔でデータを送信していますが、遅延を見ながらフレーム処理を行っていこうと思っています。次に映像による CV 信号の生成です。左の図のようなアルゴリズムで CV 信号を生成した結果、右のようなスペクトログラムが得られました。色情報による生成と同じく、信号とシステム自体を評価する必要があるのと、CV 信号だけでなくゲート信号も生成しようとしています。でここでデモンストレーションの、キャプチャーの様子をご覧いただこうと思います。演奏と映像のデータというのと CV 入力を行ったノイズトラックのみのデータを今から流したいと思います。こちらのデモンストレーションは BPM110 チェートアの楽曲で行いました。映像から生成された CV 信号をバッスルインストゥルメンツっていうところの小型シニモジュラー申請をピッチに入力しています。 VCO の波形と VCF は人間が楽曲に合わせて適宜制御しています。BPM185 データの楽曲で行った方のデモの映像も、あるので、そちらはドロップボックスにアップロードしてあります。 URL は後ほどチャットにて共有いたします。これから演奏と映像の方を流そうと思います。オーディオ信号との同期、分かりやすいところで言うと曲のブレイクのタイミングで視点が変わるなどあるんですけどっていう動機の部分と、残像による、形式変化の視覚化っていうのを実装しているので、そこに注目していただければと思います。ありがとうございました。次にノイズトラックの方を流したいと思います。オーダーシティ上のスペクトログラムと合わせてピッチの変動だったり、あとは通信がうまくいかなくて同じ信号がずっと出力され続けているタイミングなどをご確認いただければと思います。
はい、ありがとうございました。スライドの方に戻ります。先ほどのデモにおいて分かりやすいところで言えば、先ほど述べた通り、ブレイク時の視点のスイッチであったり、あとは背景色が曲に合わせて変わっていったと、あとオブジェクトの明度だったり、コントラストです。こういう、こっちの画面では黒いものがいろいろ動いてるみたいに見えるんですけど、こっちでは物体の明るさだったりコントラストだったりが変わっています。ノイズトラックに関しましては通信がうまくいかず信号が出力されないまま、全く同じ音が続いている時間が結構多くあったように感じられたかと思います。OSC 通信が連続して動作したのが結局最後の20秒程度でした。また CV 出力用のジャックの接点はシビアで、こう手で時々接点を探りながら映像をする必要がありました。はい、まとめに入ります。本研究では、音と映像とが影響し合う相互フィードバックシステムを制作しています。アプローチとしましては、色情報からまず CV 信号を初期値として生成します。その後、オーディオから映像、映像から CV 信号を生成しています。結果としましては、CV 信号と映像の生成には成功しています。ただ現時点でのシステムでは特に信号生成部がスムーズに動作しませんでした。今後の課題としましてはデバイスとしての使いやすさの向上、信号生成部の再実装ですね。信号生成部の N5 スタックベーシックっていうコンボードを使っているんですけど、それに実装しているダック回路が物理的にも脆弱性がすごいので、もう少し強いケーブルを使うだったり、あとはもうパーツを付け替えるであったりの再実装っていうのと、あと現在開発中の部分の WebSocket 通信を切り替えるプログラムというのと、カラーセンサーでまずユーザーが色情報を読み取るときに、シーケンスを開始するボタンを付けた方が良いと考えています。そしてシステムの修正と追加です。具体的にはデータ送信をサンプル処理ではなくフレーム処理で行う。あとはゲート信号の生成。そして、特徴量の関連付けの機能ですね。重みに係数をどれくらいつけるかであったり、あとユーザーによって対応がつけられるようにするのか否かというですね。あとは最後のアートとしての評価ということで、コンセプトとシステム自体の整合を図っていきたいと思っています。あとは第三者による評価ですね。これがまだ模索中なんですけど、演奏を実際に行って評価してもらうのか、それとも使ってもらって評価をするのかっていう部分を考える必要があります。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。では会場から何か質問はありますでしょうか。では安藤からよろしいでしょうか。はい、
これ入力が映像入力というよりもあのカラーセンサーの入力でこの RGPC の要するに1サンプルあたり4次元を取っているということですよね。少々お待ちください。4次元。初期値としてっていう意味ですか。はい、最初のカラー、いや、カラーセンサーのカラーの CV の CV 信号の生成っていうところです。はい。はい。ここを、はい、いわば、まあ、4次元ではあるんですけども、ね、実質的に、はい、まあ、ただの時系列の流れにした理由っていうのは何でしょうか。というのは、例えば、はい、シーケンスに対応させるんであれば、今、2次元のこうカラーマップみたいなものを内部的に持っておいて、そこをこう切り替えていくみたいな、まあ、島がたくさんあるような感じの、はい、シーケンサーというかパターンジェネレーターありますよね、はい、それにそういう例えば2次元の中でこういうふうにやってたくさんの信号を出せるのに対して、1次元にこだわっている理由っていうのは何でしょうか。例えば普通に考えれば映像のこう左から右までを1シーケンス分みたいに考えるかと思うんですけど、すごくこだわっているかと言われればあまりそうでもないんですけれども、例えば、はい、これのメリットというのはカラーセンサーの入力をこうインタラクティブ性を持たせたい、つまり人間がカラーセンサーに対して何かをアクションしたときにすぐ音になって返ってくる、映像になって返ってくるということを重視したいっていうんであれば、はい、こういう方法がとても適しているかと思うんですけども、割とこうできてきた作品の方を聞くとシーケンス的な、要するに繰り返しシーケンスを非常に重視しているように、聞こえたので、というふうに私は感じたので、はい、なんとなくこう、いや入力と出力がこうなんか一致してないんじゃないかなみたいなことを感じたんですけども、なんかこうシーケンスが一つの塊でずっと同じようなものが続いてるように感じたっていう意味ですよね、はい、きっと。はい、なんかインタラクティブ性、これのメリットであるインタラクティブ性っていうのがあんまり見えなかったなというふうに感じました。ので、もしかしたら 何を狙っているものが違ったのかなというふうに、考えたんですけども。そうですね、確かにこのおっしゃる通りで、多分この一つの CV 信号、ここでいうこのエンベロープの部分のおそらく横軸もそもそも短く設計しすぎてるっていうのもありますし、わかりました。ちょっと検討したいと思います。はい。あともう一つなんですけども、これ今、5V の CV 信号にを使ってらっしゃるんですけども、はい、そうですね。ここを 1V1 オクターブタイプにするっていうことは考えられませんか？今回で言うと、割と微分音的な音を作ることを目的としていて、はい、あまりボルト、オクト方式であるとか、ボルトヘルツ方式であるかとかの対応は今のところ実装していないです。はい。なんでそのボルトオクトがいいかっていうと、まあ、もちろん解像度が細かくできるっていうことがあるんですけども、はい、それの最大のメリットって今結構ボルトオクトで制御するサンプラーっていうのが結構ありまして、はい、そういうものを駆動できると全体的なこのシーケンスを繰り返しシーケンスを作りたいっていう場合には、そういうサンプラーなんかも組み込めることを考えると、ボルトオクトの方がいいんではないかなというふうに私は感じました。ありました。ありがとうございます。なんかもし参考にされたらいいかと思います。すごく勉強になりました。ありがとうございます。はい、他に会場から何か質問はありませんでしょうか。
それでは柴山ですけれども、はい、お願いします。はい、東京電機大学の柴山ですけれども、野町さんの指導教員ではなくて、はい、別の教員なんですけれども、ご質問させてください。面白い発表ありがとうございました。で、ちょっと的外れだったらあれなんですけれども、最後にその今後の課題としてアートとしての評価っていうところがありましたよね。はい、でそれに関してその気になったのが第三者による評価って書いておられるんですけれども、はい、なんかその第三者による評価ってのはどちらかというとそのユーザビリティみたいな方になるのかなと思うんですけれども、まあ、多分そのアートとして の, なんかその価値、まあ、付加価値とかこのシステムに対するあるいはま表現概念みたいなものっていうのはその他者からの評価というよりは、はい、作り手の側からこう醸成されていくものだと思いますので、まあ、そのあたりの何かコンセプト概念構築についてちょっとまた面白いアイディアをご提案いただけたらなと思った次第です。なんか言ってる意味伝わったかしら。はい、と言いますと、すみません。だから、アートサイド、アートのなんかコンセプトっていうのは、その第三者から評価してもらって、はい、それはというようなことでは、まあ、ないのかなとも思ったので、まあ、多分その野垣さんなりにその表現、この表現に行き着いたプロセスとか、なんかこう、ポリシーとか、そういった道筋があると思いますので、そのあたりをなんかそのアートとしてのそのなんかこう表現コンセプトとして何か、深めていただけるとよりいい作品あるいはいい研究になるのかなと思った次第です。という感想です。はい。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。他に会場からありませんか。はい、では、質問内容ですので野垣さんの発表はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。